マッチャーヌ旧潜水艦 AHTMS マッチアヌクラスサブマリウマ大海軍の潜水艦。大発の潜水艦で同系艦4隻が大日本帝国で建造され、シャム王国へ1938年に納入された。海軍の近代化を進めていたシャム王国海軍が1935年に潜水艦建造を国際入札にかけ、 帝国海軍による乗組員訓練付きで三菱重工が落札した。1937年から1938年にかけて三菱重工業神戸造船所で4隻が竣工した。なお、造船所の名を取って三菱型とも呼ばれる。現在に至るまで日本が建造した唯一の輸出潜水艦である。設計、性能は 当時の日本製潜水艦に準じるが、発令所の下方にセーフティタンクを設け、緊急時の急速浮上に万全を期した設計となっていた。大海軍にとって初めての潜水艦であり、訓練生118名を竣工に先立って日本へ派遣し、訓練を受けさせている。1936年5月31日、第一陣40名が客船。 夏山丸で対応、出発、6月12日に、神戸に到着した。6月13日から10月25日まで、千葉県船橋市の小学校に滞在し、軽巡洋館、立田市館の監督指導の下訓練を行っている。1.2番館は1936年5月6日に、寄港し、同12月24日に浸水。 1937年9月4日に竣工引き渡しが行われ、大海軍は潜水艦の日として記念日に制定した。その後3.4番艦も竣工し、1938年6月に、彼らの手により、神戸を出港3週間かけて台湾とフィリピンを経由して、バンコクへ無事到着し、7月19日に収益した。 1940年の仏領インドシナとの国境紛争では紹介任務に1945年のバンコク空襲後には搭載発電機で市外に電力供給を行った大きな戦闘に従事することはなく4隻すべてが終戦を迎えているタイ海軍博物館のマッチャーヌ環境日本の 敗戦により、メンテナンスに支障をきたしたこと、1951年の海軍クーデター失敗の煽りを受け、1951年11月30日、4隻とも退役後に解体された。現在は、一番艦、マッチャーヌの環境と炭素砲が、タイ海軍博物館に展示されている。艦名は、タイの古典文学から取られ、一番艦のマッチャーヌは、 ハヌマーンの息子にちなんでいる。ありがとうございます。